皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日は iPad 用にマウスを購入したのでご紹介したいと思います。最後まで見ていただけると嬉しいです。今回購入したのはこちら、ロジクールさんから出ています M337 という Bluetooth マウスです。早速開封していきたいと思います。開封することができました。本体はこちらです。とても軽いです。後でこのマウスの軽さや大きさなどもまとめてお伝えします。押し心地も良く、今のところ何の欠点もありません。こちらの iPad Pro とペアリングしていきます。一瞬でしたがペアリングが完了しました。今何も設定していない状況なんですけど、普通のマウスならここを下に回すと iPad の画面も下に下がるんですが、このマウスは上にこうやって上げますと iPad の画面は下に下がってしまいます。これは設定から直せるようなので、今から設定から直していきたいと思います。今から設定していきます。まず一般を押して、こちらのトラックパッドとマウスというものを抱きます。そしてナチュラルなスクロールというところがございますので、これをオフにします。そうすると今起こっていたスクロールの問題が解消されて、これを下に倒せば下に行くようになり、上に倒せば上に行くようになります。これで問題が解消されたので良かったです。今 Twitter を開いて見ているんですけど、本当にスクロールもスルスル動いて、とても使いやすいマウスです。しかも小型なので、外に持ち運ぶことも便利だと思います。そして今からこちらのサイズなどをお伝えしていきたいと思います。まず大きさを見ていきたいと思います。こちらのマウスの大きさは、高さ 100.5mm、 幅 61.1mm、 そして奥行きは 33.0mm となっています。そして重量は驚異の 82g です。本当にとっても軽いと思います。そして対応のシステムなんですけど、Windows 7、Windows 8、Windows 10、MacOS 10.8 以降、そして Android 5.0 以降になっています。そして iPad では iOS 13.41 以上がないと使用できませんのでご注意ください。そしてカラーはこちらのブラック、ブルー、グレー、レッドの計4色あります。そして保証期間が2年間ついています。ロジクールオンラインストアの価格で税込み2530円となっています。持ち運び用のマウスとしてはとてもお手軽に買えますし、2500円であれば試しに買ってみる価値もあると思います。それほど使いやすいマウスです。操作距離は約10メートルで、電池寿命は最大10ヶ月です。使用電池は単3の電池を1本使用します。いかがだったでしょうか。僕も iPad 用のマウスが欲しいと思っていて、このマウスに出会えてとても感激しています。皆さんもこのマウスの他にもいろいろなマウスがありますので、お気に入りのマウスにぜひ出会ってみてください。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。